日本で撮影された空飛ぶ海洋生物が海外で話題トビウオじゃないの。北海道大学の研究チームがトビイカの飛ぶ仕組みを解明したのは2013年のことになりますが、同年2月12日付の AFP によると、外洋性のイカが30メートル以上の距離を飛行することを確認したと、日本の研究チームが8日発表した。北海道大学の山本淳助教は AFP の取材に、イカの飛行は以前から目撃されていたが、その仕組みは分かっていなかったと語った。飛ぶ理由については、捕食者から逃げるため、トミライカの飛行は以前から目撃されていたが、その仕組みは分かっていなかったと語った。飛ぶ理由については、捕食者から逃げるためと見られている。研究チームは2012年7月、東京の600キロ東方沖で、およそ100匹の赤イカカのイカの群れに遭遇。船が群れに近づくと、体長20センチメートルほどのイカの群れが、空を飛んだ。研究チームの撮影した写真には、上空を飛ぶ20匹以上のイカが写っている。山本氏によると、イカは高圧の水を吐き出して、海から飛び出し、ヒレと腕の間の膜を広げて、揚力を獲得し、最高時速 43km で滑空。着水時には、ヒレをしまい、衝撃を最低限に抑えたという、と報じています。記事によると、研究チームは報告書で、イカは水面から飛び上がるだけではなく、飛行中は高度に発達した飛行行動を持つ、ことが明らかになったと述べているのですが、ヤリイカのこの飛行メカニズムを解明したのは、日本の研究チームが世界初だったそう。このニュースは、ドイツでも大きい。このニュースは、ドイツでも大きな反響を呼び、ドイツの専門誌マリーンバイオロジーに掲載されたのをきっかけに、ドイツの雑誌シュピーデルでも、イカは短距離走者の世界記録を超えた。イカは秒速 11.02 メートルで飛ぶ。これはウサイン。ボルトよりも速いなどと伝えています。この飛びイカは赤イカ科のイカで、本州中部以南から沖縄、台湾、南アフリカなどの段階に分布し、胴の長さは約30センチ。沖縄ではこのイカをスルメにして食べるそうです。飛びイカと聞くと、飛びの漢字は飛ぶと思いがちですが、トンビの漢字を使って、イイカと書くそうです。飛びイカの飛ぶ仕組みの解明は、連続撮影によって明らかになったそうですが、飛びイカの飛ぶ行動は、4つの段階に分類できるそうです。1つ目は、飛び出しで水を、勢いよく。この段階では、イカのヒレは、表皮である外頭膜に巻きつけてあり、さらに腕も畳んでいますので、水の抵抗を小さくしながら飛び出します。2つ目は噴射です。イカには、ロートという器官があるのですが、これは呼吸をするために、外頭膜の中に取り込んだ海水を、ロートを使って、勢いよく吐き出します。ロートから海水を噴射し続けることによって、空中で加速します。さらに、揚力を発生させるために、ヒレと腕を広げ、翼のような形を作ります。水の噴射を終えた後は、腕とヒレを広げた状態のまま、滑空するのですが、進行方向に向かって、やや持ち上がった姿勢をとることで、バランスをとる一方、外頭膜は、緊張状態を保った状態で、ヒレと腕にかかる揚力に耐えることで、空中姿勢を安定させています。そして、四つ目が着水です。ヒレを外頭膜に巻きつけて、腕を畳み、体を下げた姿勢をとり、着水時の衝撃を小さくさせて着水します。このように考えると、イカは様々な知恵を使って飛んでいる。ヒレを広げて飛ぶのは、鳥の翼と同じですし、着水の衝撃を少なくするのは、プールの飛び込みと同じような原理です。ところで、この飛びイカ、最近はスルメに使われるイカが不漁であるため、新たな漁業資源、また、加工の代替原料に使われることが検討されています。背景画像は、2017年までのスルメイカの漁獲量のグラフになりますが、イカ漁は歴史的な不漁に直面しており、漁獲枠もかなり減っていることがよくわかります。不漁の理由の一つとして、産卵場所の東シナ海の水温低下が挙げられますが、イカの幼魚は19度から23度の水温で最も活発に活動することが知られています。ただ最近では、イカが生まれる1月から3月にかけて、水温が冷たい状況が続いているため、イカが育たないと言われています。そのため、イカの加工業者は、海外からの輸入品に変えることを検討しましたが、イカは世界的にも、不漁で、原料も高騰していたため、飛びイカが注目されたというわけです。イカの漁港として知られる、青森県八戸市では、飛びイカの食用の可能性を探るためのシンポジウムが、2017年に開かれたのですが、その会場では、スルメイカより甘みが少ない、加熱すれば十分に使えるなどの意見が出たそうです。その数日後、青森県産業技術センター食品総合研究所は、
品目で向き、不向きはあるが、数量や価格などの条件が整えば、代替原料の選択肢の一つになるとの見解を出しています。品目で向き、不向きはあるが、数量や価格などの条件が整えば、代替原料の選択肢の一つになるとの見解を出しています。解像度がちょっと悪いんだけど、このイカを撮影できること自体が珍しいし、しかも高速で飛んでいるから、撮影した人はすごいと思います。この空飛ぶイカは、海水を噴射しながら、秒速12メートルくらいで滑空するんだよ。飛んでる最中はその姿勢を常に変化させ、着水するときには抵抗を最小限にするために、ヒレと足を畳んで海に飛び込むんだ。イカが空を飛べる時代になったんだね。海の生き物が陸へ向かうことはわかるんだけど、彼らが空に向かうとは思ってもみなかったよ。1万年後、彼らがどうなってるか楽しみです。飛んでいるんじゃない。これは浮いてるんだよ。まるで UFO ですね。100万年後には、このイカたちに、うちの鳥の餌が全部食べられてしまうでしょう。マリオのイカみたい。なぜこんな素敵なイカを今まで知らなかったんだろう。イカは前に進むために後ろに進むんだね。ちょっと混乱してしまうけど、イカは自分たちの向かう方向側から、例えば捕らえられたイカなんかは誤ってタンクから飛び出たり壁にぶつかって死ぬこともあるからね。イカの目は進行方向とは反対の方についてるのに、どうやって飛ぶ方向を確認するんだろう。イカの目は外側についているから全方向見えるんじゃないの。いただきたいと思いました。最後まで見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録、コメントいただけたら嬉しいわ。